ちゃんに、スクラビングバブルの激ヤバガラスクリーナー、これをね、ホイールにかけて、で、キッチンペーパーで拭き取ると汚れが落ちるという、ツイッターとあと他さん YouTuber でやってましたんで、簡単で、まあ、単純に20ここぐらいからはい、こうやってとりあえず泡をゲロッと、この辺もいいんじゃない、ドロッドロッドと拭きかけると、で、あとはかけたやつをキッチンペーパーでドロッと、よいしょ、本当に綺麗になるんすかっていう、お綺麗になっとるやないけ、すげえな、続いてはこういうね、これは傷ついてるんで違うんですけど、こういうところ、こことかですね、ここの部分とか汚いですね、ホイールも、まあ、最近磨いたんですけどっていう感じなんで、ちょっとやっていきたいと思います。すごいな、ガラスクリーナーで拭けちゃうものです。あのね、車の塗装面には効果が使えないと書かれていたので、そこには使わないでくださいね、もちろん使ってはいけない部分には使ってはいけません。